魔女踊りによって黒魔術を駆使するのはまだ幼い中二の女の子黒いミサだ。まさに不吉な名前が象徴するのか、彼女の行くところ行くところ決まって思わぬ災いが降りかかるのだ。ナイト・カラリア、クエイト・マレリア、アドリル・カメリア、カメリア・カルメット、ノデイル・カミドン、ハラサク・アグラルイルム、エサケニ・ハルドニメウ。やっぱり自然そのものに浸るなんて最高よ。はあ、お庭も贅沢そのもの。一度でいいからこんな旅館に泊まりたかったのよ。まるで殿様気分ね。心ゆくまで安らぐわ。うん、お腹ペコペコじゃん。遅い、何してんのよ。もしもし？もしもし？そう、そうよ。一番高い料理よ。お願いします。紫の間のお客さん？そう、そうなのよ。まだ少女よ。まして一人旅。あの紫の間、最高のクラスだよ。きっと金持ちのお嬢さんかも。私気になっていたのよ。あ、おかみさん。だけどうちの主人が招待した客なんだ。え？旦那様が？バカみたい。あんな小娘をもてなすなんて。あの人何考えてるかさっぱりよ。わー、おいしい。こんな幸せあるかな。それはようございました。当旅館にはまだまだ自慢の手料理がたくさんあります。じゃあ遠慮なく泊まっちゃおうっと。一体全体どういうことよ。よく説明してちょうだい。だからこの旅館のためだよ。ああ、呆れた。あの子が商売繁盛のまじないでもするってんのかい。それもある。他に何があるっていうのよ。あなた酔っているの？うるさい、黙って聞け。最近お客さんがついて自殺しているのはただごとじゃないぞ。しかもあの庭園で首を吊ってるんだ。なるほど、すさまじい霊気が漂っている。自殺者は一人や二人じゃありませんね。はい。しかも首を吊るだけでなく刃物で首を切りつけるなど、死因は首に集中している。この一帯は昔首切り処刑場だったのかも。見える、薄ぼんやり見えてくる。
しい処刑場が、まさに地獄絵図が、怨念こもった食わんばかりの首たちが無数に散乱している。放っておくとまだまだ不吉が続く。なんとかしなければ。すぐに術を使うべきだ。術って黒魔術よ。つまり除霊を試すのよ。お願いします。だけど高額な費用がかかるんだけど、どうします？一体おいくら？黒魔術は心身とも大変な労力を使うのです。少なくとも1000万円はいただかなくては。1000万円？どうせこんなことだろうと思ったわ。インチキレバシメ、こんなガキに振り回されて冗談じゃないわ。バカみたい。そんな大金出すわけないじゃない。しかしお前、第一怨霊などなんだの私は信じませんよ。だけど事実不吉が続いてるじゃないか。そんなの単なる偶然です。もうバカバカしったらありゃしない。しかし旅館は人気商売だ。これ以上噂が広がると廃業につながるよ。どうしますご主人？除霊をお願いします。大金など問題ありません。では周りに火を焚いてください。一体何を？これは多くの霊を呼び込むために使う降霊術です。当然ながら集まった怨霊を供養するのが通常だが、黒魔術の除霊はその逆。怨霊をより高めるために悪魔の踊りを舞うのです。カメリア・ブルエリト、フルカリー・エリート、ローデスル・カミド、さまよえる怨霊どもよ、悪魔の力を借りて思いっきり呪うのよ。へこへこアザラくん、へこへこザメラ。化け物だ。誰か来てくれ。誰もいない。あの少女は、あんなところに倒れてる。一体何があったというのよ。だから例のお祓いを。いいから、この小娘を追い出してよ。バカ、旅館の経営はこの子にかかっているんだ。あなた正気？
この歯ぎしりは一人や二人じゃないわ。泊まり客だろうか。紫の輪だ。あの小娘だ。ちょっとうるさいわよ。あんた起きなさいよ。私だって煩わしくて眠れないよ。迷惑してるんだ。こいつら悔しくて歯ぎしりしてんだよ。ほーら、処刑された無数の首たちが私の体に取り付きやがった。もっともこちらの思惑通りだけど、私の体を使って大掃除したってわけよ。お腹にも宿りやがった。私がこれほど犠牲になっても1000万円払えないのかい。払いますから、そばに寄らないで。わかった、約束しましたよ。ではこれから遠い遠い黄泉の国へ送っていくことにします。アドリルカメディアル、グヴェリトフマデリル、マルドルシンブレミアデセリオン、エコエコアザラク、エコエコザメラク。昨日、男子生徒が3人も襲われたそうだ。しかも目を背けたくなるほどの惨殺だってよ。心臓も抜き取られ、首や手足ともバラバラに散ってた。とても人間の仕業じゃないぜ。へえ。ん？なんだ？妙な音は、あの大木だ。ああ、カブトムシだ。うひゃー、すげえ、たくさんいる。信じられない。なんでこんな通学路に。おお、見ろ、クワガタも。すげえ、こいつら化け物みたいにでけや。捕まえろ、高値で売れるぞ。あ、うん、なんだあれは。サバオとハトマイステイム。思い知ったか。でも復讐は始まったばかりよ。アスタローハドリル、カメリアルブレイド、マリルロデイル。何か特技があったら披露しろ。我が校のしきたりだ。それではちょっとした百面相です。へー、つまんないの。くだらん、やめろやめろ。それより当学校では魔女狩りが大流行なんだ。まさか。そうさ、そのまさかよ。あ、やめて。次は指つぶしと焼きごて当てだ。生産をする。水攻め代1万円、指つぶし代2万円。いいか、計3万円だ。
明日までにその拷問台持ってくるんだ。いいな。そんなバカな。3万円がなければバイトしろ。こっちだ。そんなの聞いてないよ。何でもいいから早くやれ。むちゃくちゃよ。私に何をやれって言うのよ。いいから、目の前にあるものを片っ端から。そうそう、そのカメラだ。早くやれ。いや、もう。よし、その調子。次は高級時計だ。あ、やばい、店員が見てる。逃げろ。なんてヘマな助だ。ん？ミサだ。おい、お前捕まらなかったのか？なんで？なんでじゃないだろ。店員に目撃されただろ。ん？盗んだ証拠品を隠したもの。私、百面相でテレビに出たことあるの。顎を外せば蛇みたいに。すげえ。これじゃ捕まりっこないや。だったらこのソフトボール飲み込める？そんなの朝見しまいよ。嘘だろ、こんなでっかいの。ほら、大口開けてみろよ。万引き名人よ、また頼むぜ。今夜は縁日。どこまで私をいじめるのよ。いいからいいから。俺たち小遣いがないんだ。人稼ぎ頼むぜ。クワガタやカブトムシ。そうよ、こいつは高値で売れるんだ。いいか、できるだけでっかいやつを選ぶんだ。私、虫嫌いなのよ。うっさい、早くやれ。もっと飲み込め。よし、裏の公園へ行こう。気持ち悪いよ。ちょろいもんだな。いくらぐらいになったか。早く虫を吐き出せよ。おい、どうした？カメロリル、アセロリル、サロイユモール、ウォンシンセグライル。なんだ？何をつぶやいてるんだ？私の堪忍袋もついに尾が切れた。カドミル・ハルイエリア、カルニソー・テロリ、許さない、もう許さない。オーリム・バオルデ、レビオル・バス、エストリア、この恨み絶対払ってやる。エコエコアザラク、エコエコザメラク。本当に来たんだよ。
あの大木だよ。しかし、そんなクワガタの怪物なんて。本当だ、マジでいたんだ。いいわ、私たちが調べてみる。そんなのいるわけないでしょ、バカらしい。おい、おい、やめろよ。なんか、うごめいてる？カルニコーテロリ。ネオリムボールデイ。ネオビルバス。ベストリア！メロイル・マフロリア、サドイル・モーデル、ウェイト・フィーマエリス。ブライト・カラリア、ブレイト・マレリア、アドリル・カメリア、カーメリア・カーリア、オーデイル・カミドン。エコエコアザラク、エコエコザメラク。